明けましておめでとうございます。いやいや、2024年明けちゃった。明けちゃいましたね皆さん。明けちゃった。早いもんですよ。1年すごい。1年間早いのよ。いや早い。でもね、2023年、うん、初の2キロも上げましたし、はい、いろいろなドラマもありながら、はい、皆さんのおかげでね、はあはあ、楽しく過ごせたんじゃないかと、はい、思います。ありがたきです。ありがたきの方でございます。たきの方でございます。2024年、まあ、明けましたけど、うん、新年早々地震の方がね、マーク、ね、来たみたいでね、大変ですよね。石川県、うん、能登半島を中心に、うん、そのまあ近くの地域だとか、うん、結構こう被害が拡大してるみたいで、うん、何か僕らにできることはしていこうと思ってますんで、はい、ただできることは少ないです。少ないですけど少ないです。少ないですけど、やれることは、やれることは全力でやります。全力でやりますんで、はい、やります。やらせていただきますんで、はい。はい、はい、切り替えましてですね、切り替えましてね、ええ、うん、今日はですね、新年、明けましてということでですね、アジの始まりということで、はい、アジングの方をね、はい、やっていきたいと思います。思い出すわー、あれ何年前かな、そこでね、もう3年ぐらいになるんじゃないやばいね。まあね、あのアジがちょっと入ってきてるっぽいんで、うん、ちょっと探りながらバンやっていきたいと思います。 あとですよ、はい、あの僕らアジング初心者なんで、はい、あの初心者でもそのまあ釣れる、うん、道具だったり、はい、ジグヘッドだったりワームだったり、これもちょっと紹介しながらやっていきたいと思います。ああ僕なんかもうアジングロット今日持ってきてないですか、はい、忘れたみたい、はい、すいません。エッギングタックルでエッギングタックルでやってます、まあ、ライトな、ね、エッギングタックルなんで、イエス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 、はい、まあ、そこら辺も踏まえて、ふん、はい、調校、やっていきたいと思います。はい、ご視聴よろしくお願いします。この脇、この見えるかな、このうわ、いい人すごい上手。ジグヘッドが 1g で、はい、レインのアジアダプロ浮き網グロー。アジアダシリーズめちゃくちゃ出てますよね、うんうん、めちゃくちゃ出てやっぱ釣れるんでしょうね、うんうん、あ、まだ入っていってます。あ、着生しましたね、うん。ただ負けでこう来る時もあるし、うんうんうん、アクション入れてテンションかけて落とすっていう時に来る時はあの気持ちよくないですか。へん、一発目にへん。アジングね、なかなか僕ね苦手なんですよね。そうなんですか。なかなかね、強いじゃないですか。いやいや、神経が逆なでされちゃって音とんないっすね。え、もう一つおらんこんな感じのほうがあれ、うん、きれい。あ、新年だって、うん、投手交代ということでちょっとやってみます。おらんかったらちょっと話にならん。実感とでかい、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 でかいじゃない、でかい、でかいじゃない。25ぐらいある、ね、ありそう。ある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 、ある。一撃じゃない、痛いじゃない。いましたよ皆さん、よかったです。船の際ですね。ちょっと沈めた方がいいよね。で、食ってくるのはね、上の方みたいけど、ちょっとある程度、中層下ぐらいまでは下げた方が良さげ。うわあ、でかかった。この中にグッと入っていった。この下の
基礎のなんか穴の中みたいな。ちくしょう。アジング道具をさらっと紹介しましょうか。初心者なんでね、皆さん言うてこんな感じで、ね、一応、はい、入れております。ジグヘッド、はい、こんな感じ。こう分かるようにね、よく使うやつ。これなんかもうフリースタイル。で裏にはこういった感じですね、はい、シンカージグとかアジスタの 1gM のジグヘッドに、アジアダープロかな、オキアミグロー、オキアミグロー、はい、やってみましょう。堤防の突端の方にねやってまいりました。こっちか、どっちかっつうと風的にあるなら当たらんな。そう、ボトムから上げてきますね。折ったよ。さっきと同じぐらいですね。ちょっと同じ感じでもう一回いきますね。投げる、まず沈めないといけないですね。これ25秒ぐらいチーバスがいますね。これでこれシーバスだ。お、アジか。わ、でかいでかいでかいアジやった。でかアジ、でかアジやった。シーバスじゃなかった。これでかいやん。これ上やったな、今。ボトムってさっき言った通り。でかいです。これでかいっすよ、皆さん。これ大きい。まあでも30はないね。でも、ある、ギリあるない。26ぐらいちゃう？まあまあ、今日一、今日一。びっくりしてる、びっくりしてます。来たじゃない、来たじゃない。新年初フィッシュ荒川ちゃんということで、マー君いっとこやないかシーバス？いや、アジだ。マーク、これでかい。でかい、これでかい。でかい、これでかい。ボルよ、湾内でボル。ボルでかい。これ今日一で、これ。今日一やな、これ。30あるっぽいね。後でちょっと運ってみよう。来ましたよ。もうこれは今日一やね。これ30あるかも。ちょっと後で測ってみます。
ったよかったよかった。うわ、おっきい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 よ、おっきいよかった。えぐじゃん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 、よかったよかった来たじゃない。パン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 、おっきい、いきなり来た、いきなり来た、いきなり、どんな感じだった、表層、表層やった、表層やった、食べたい。これまあまあでかかろう。と最初のポイントに戻ってきました。また ちっちゃいけど20ぐらいリリースしましょう。よしよし、続けていきましょう。面白いな、味に。始めたのはね、5年前、6年前ぐらいになるんですけど、エギングメインでやってるんで、アジングやる機会がね、少ないんですよね。春はね、もうほぼエギングだし、冬と夏、よくやってたんですよね。夏はこう、豆味を狙って遊んでたんですけど、冬はまあ、大きい味が、長崎の方入ってくるんで、それを狙って、まあ、やってたんですけど、これはいい、これはいい。まあちょっと測りましょう、全部とりあえず。よいしょ。これ泣くんですよ。泣くんですよ。ありがとうございます。キャじゃない。人質を取るなよ。逃がしてあげてください。はい、お疲れ様でした。よいしょ。ちょっと寒くなってきたね。うん、ちょっとゾッゾ。よかったよかった。新年一発目。はい。はい、あのアジングということで、はい、まあ、長崎もね、うん、まあ、デカ味、うん、尺オーバーのね味が入ってくるということで、はいはい、まあタイミングがあったらまた行きましょう。はい、はい、じゃあそうそうそう、釣った味ちょっと測ってみましょうか、はい、どんな感じなのか、うん、見てみましょう。いい感じ。ここでしょ、ここでしょ、だいたい27ですね、ここ。これ27、うん、27が、まあ、マックスなんじゃない。あ、同じですね、同じです。あとはこんな感じでございますよ、皆さん。いいんじゃないでしょうか。はいはい、マックス27センチということで、うん、いいじゃないですか、上等じゃないですか。おい、面白いですよね、はい、2時間ぐらいか、2時間ぐらい、うん、楽しめたんじゃないでしょうか。楽しめましたね。なんかガバッというよりかは、うん、こうふわーっとウィーって持っていく感じの感じだったんですよ。活性はちょっと低そうな感じですね、うん、ですね、まあ、ただでもこういう活性低いときでもやれると、うん、やれるやれるやるやるやるしかないんだから。2024年のモットーみたいな、モットー、ええ、我々ねもうだいぶ5年ぐらい、うん、はい、続けてますんで、そうですね、落ち着いて楽しむ釣りを今年はいいね、大人のアダルティーなやつです、うん、ダンディーなおすぎとピーコのやつですよ。ピーコのやつですね。はい。うん、何やあんた。見てるやつの映画は。おすぎの方ですよ。あ、おすぎの方で。おすぎでしょ。怒ってくる。何言ってんねんあんた。ぜひね、聴覚も上がりましたので、チャンネル登録、はい、高評価の方もね、よろしくお願いします。2024年も頑張るぞということで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。